ほう。こんばんは。オンラインおしゃべり会ありがとうございました。ありがとうございました。オンラインおしゃべり会でした。でした。ありがとうでした。声出てる今はね。いやなんかでも朝声ガスガスでなんか今も鼻声っちゃ鼻声、なんか風邪の治りかけ治り終わりこうなる。なんかシンプルな風邪をひいたのがめっちゃ久しぶりだから、その風邪の感覚っていうものをなくしてるんですけど、確かに記憶をたどってみたらこんな感じだったかも。毎回なんか朝声がガスガスで日が昇るにつれて治ってくるんだけど、夜なんか咳出るみたいな。今なう咳出る。今明日2公演なのでね。いや違うのよ、でもなんか多分熱が下がって喉が痛くなくなったのにかかった時間が2日で、2日で治るって割と早いなって、わかんないイメージ予想。いやなんかインフルエンザとかコロナとかってさ5日間くらいかかるじゃん治るのに。だからなんかこんなに早く治せた私すごくないとか思ってたんだけど、なんか調子に乗ってショールームしたのも聞いてるんですかね。いやそれは聞いてないと思うんだよ。なんかショールームしたくてしたくてうずうずしてて、若干鼻声なことを気づかないふりしてたけどもしかしたらね、いや本当にみんな気をつけてください、気をつけてください皆さん、本当に気をつけて季節の移り変わりですから。悔しいな、体調崩したのマジで悔しい、本当に悔しい。すごいトリックはトリート、その裏でチーク塗ってるし。今夜から急に寒くなる。そうなの？いやなのでね、ちょっとこの配信ちょっとだけにしようかな。明日の公演もあるので。でも喋りたかったんだもん。なんか心の中でさ喋ってるとさ口に出して喋りたくなっちゃいませんか私はそういうタイプなんです。お家にいる時もずっとそれはない。え？ないの？嘘でしょ。あ、生写真が届いたってありがとうございます。明日の昼公演行きます、待ってます。ありがとうございます。昼公演だけですが当日券できます。あ、ありがとうございます、待ってます。こちらこそありがとうございます、嬉しいです。待ってるよ。
初サイン生写真流れてっちゃった。大切にします、ありがとう。写真もありがとうね、こちらこそありがとうございます。ぜひなくさないでください。なくしはしないかな。すごいすごいかぼちゃ飛んでくる、ありがとうございます。すごいね、ハロウィンなんだね。10月か、ハロウィンなんだね。激マブ、激マブって何？マブってこと？私とマブ友ってこと？すごい、みんなサインの CD ありがとうって。こちらこそ。マブイコール美人、かわいい。あ、そうなの？マブ友とかってさ、仲いいってことだと思ってた。マブだからとか、マブイとか昔言ってたね、かわいいとかね。マブイっていい女って意味なの？知らなかった。知らなかった。マブイまぶいはるか。そうそうそう、まぶだち、まぶだちのまぶはまたちょっと意味が違う。私の知ってるマブはマブダチ、親友、うちらマブだもんねとか言ったことないけど、言ってる人を見かけたことあります。言ったことはないけど。チャス、マブだねって言うってこと。いい女がいたらマブだね、君マブだねって言うってこと。そうやって女の人を口説く時代を生きてきたの？みんなは。いい女がいたらまぶいねって言ってました。チャラチャラ、そんなんじゃ口説けないよ。ダメなの？お姉さんまぶいねこういうイメージなのかなって思ったんだけど違った。昔のドラマで言ってた。へえ、知らなかった。
じゃあなんていうの、どう、まぶいの使い方わかんな、どうわかんない、あの子激まぶとか、知らない、そんな使い方するのか。こんばんは、こんばんは。間に合いました。間に合ってます。今まぶい女配信してるんですよ。いいところに来ましたね。ああまぶ、まぶい女配信はどうしたらいいんだ。まぶしい、まぶしい。まぶいぜ。激まぶだね。金八先生じゃないよ。あ？何のリップ使ってますか？これとこれは藤子のニュアンスラップティントの、あの田中みな実さんのやつ、みなみの連絡
連絡じゃん、粘膜リップみたいな。これはキャンメイクさんのジューシーリップティント05番。まあ男の子にはちんぷんかんぷんだろうけどね。まあまぶいんで、まぶいんで、ここ2年結局この夏一度も使わなかったフランランの扇風機があります。これがなんか不良品だったのかでつかなかったんだよね。でも交換してもらうっていうのもめんどくさくてしてない。そう、最近これしか釣ってない。なんか暇な時間に音楽聞くこと多いんですけど、なんか自分が選んだ曲だともう自分セレクトじゃないですか。だからこう日本のトップソングみたいなにランクインしてる曲を聴くだとか、今年じゃなくても2022年の曲だとか聞くんですけど、そうしたらなんかいい曲ばっかりで、あ、この曲を作ってくれた方に感謝だなって思いながらご飯食べてる。ちょっとね、文法がぶっ飛んでんですよ今。そう、お米と一緒だなって思って、音楽の好みはそんなに特殊でもないんだ。うーん、割と好きな曲幅広いのかもしれない。そんなにでも通なわけではないです。浅く広くでもない気もする。でも好きな曲は好きだなって思いながら、歌詞とかメロディーとか好きな理由はその曲その曲それぞれ違うんですけど、なんかそうですね、はるかいい曲だよな。この前ショールームで YOASOBI さんのはるかっていう曲が好きだけど自分の名前と一緒だから好きな曲にあげるのが恥ずかしくて言えないっていう話をしてたんですけど、でもあれからまたはるかを聴いてみたら本当にいい曲で、やっぱりおすすめしたいなと。みんな聴いてください。でも
わかんない、こうなんか取材とかでもしそういうこと聞かれても自分の名前と一緒だから恥ずかしくて言えないです。でも自分の名前と一緒だからっていうのが相まって好きなんですかって聞かれても、いや全然、はるかじゃなくて何、小春とかでも好き。うん、はるかじゃなくても好きです。だから本当に好きなの。そうそうそう、ああ HY さんの366日好き、わかる、いいよね、好き。ハートありがとうございます。ハート、わかんないね。わかる。この前の米百票フェスに出させていただいて、 NCT 一番最初だったので、出たあとすぐもう見たり食べてたりしてて、ご飯米百票フェスはお米とかすごいね、ケータリングも美味しかった。そう、その後 HY さんとあと倖田來未さん見た。めっちゃだってさ、めっちゃ嬉しいよね。しかもさ、ご挨拶させていただいたんですよ、マジで自慢。お写真撮っていただいたし、倖田來未さん握手してくださった。でも倖田來未さんはなんか私たちメンバーが、うわ倖田來未さんだって言って、え、お写真撮っていただけるんですか、ありがとうございます、キャピキャピみたいな感じだったから、いやいや同じね、こうエンタメ業界でやってる者同士なんだから、こうそこはこう何、悔しいと思わないかんよあんたらみたいな感じで言ってくださって、あ本当そうだよなって思いながら、いやなんかでもそうだなって思いますね。もう優しいし、すごい関係者の皆さんもやっぱり倖田來未さんだってなるじゃないですか。そりゃそう、いろんな人に写真撮ってたりとか、すごいこう主催者のスタッフさん方とかともめちゃめちゃね、こう腰低くご挨拶談笑されてたりしてて、あーなんか本当にね、私たちもこんな風なキラキラして、でもずっとこうなんか初心というかね、大事なものをちゃんと大事にできるような人でありたいなって、はい、思いましたね。だし倖田來未さんのあのヒールが高くって、ヒールめっちゃ高いのにすごいなんか
歩き回ったりダンスとかもされるし、サービス精神旺盛で、ステージに座ってたんですよ。こう足ぶらってして、あそこからどうやって立ち上がられるんだろうなって思って見てたら、めっちゃスマートに足ヒュンって上げて横ひょーって立って、すごっ、すごっって思った。なんか私だったらこけるなって思いました。いや本当にツンツンのピンヒールなんですけど、あれでこう、わかりますか、ステージがあって足ぶらーってして立ってるんですよ。でもこう、わかる、私あれ見てすごい感動してた。私たちはさ、結構衣装、まあ、ダンスもずっと踊ってるのもあるけどさ、衣装の靴ヒールが高いとさ、これじゃ踊れないなとか転んじゃうなとか言ってるんですよ。でもなんか倖田來未さんを見て、あ、なんか言えないなって。いやでもそれこそ私は誇りの丘の明日も公演なんですけど、最初の3曲の衣装可愛いんだけど厚底すぎて、ヒールが高いっていうよりかはもう厚底すぎて、そのかかとから床を生やしてるような気分になる靴を履いてるんですよ。かかとから床ですよ。そう、なんかヒールとかじゃないの、床が生えてるの、かかと、足裏から。だからもうこけそう、そのままグギってこけそう。そうなんですよ。でも3曲目とかなんかちょっとかっこいい曲だから、あれでこけたらめっちゃ恥ずかしいし、しかもその高いから、その自分の身長、私159センチなんですけど、あの靴を履いただけで170くらいになるんですよ。やばくない？身長盛りすぎでしょ。そう、いや、そう、景色が変わってる。そうなんだから、本当に気をつけないと。あれでこけたらね、終わり。まあこけたことないからこそね、ちょっと細心の注意を払っていかないと。村長は背ちっこい方が可愛い。まあでもなんか意外と身長あるんだねってたまに言われる。いや、言われないかも。でも確かに私は150何センチとかっていうのが、加入した時は156センチだった気がする。中2の時ですね。3センチ伸びました。でも詳しく言うと 159.2 なんですよ。そうだから160に到達してるって思ってたんですけど、この前測ったら 159.2 だった。高校2年生の春に測った時が 159.3 だったから、それから2年くらい経って絶対160センチいってるだろうなって思ったの。でも測っても 159.2 だった。なんなら 0.1 センチ縮んでた。確かにこのペースでいくと50年後には30センチ伸びてる。確かに。あ、そうだね、朝測ったら160あるかもしれない。そうだね、
朝の方が高いっていうね。夕方にかけて背がこう縮んでいくっていうから、160行きたいですね。いや、なんか159ってちょっとやだ。158だったらまだ、でも158、なんだろう、159って言うとその160行きたくない人みたいじゃん。わかる。でもどっちかというと私は身長高くありたかった人だからさ、理想は164とか163とか164とかは憧れますね。なんかモデルさんとかってさ、そのくらいあったりするじゃないですか。はい。私160と言い放ってた1年間を過ごしてたんですけど、159なのかな。でも 159.2 やったら150、じゃあ160だよね。うん、160だよね。わかるわかる、160だと思う。え、もやちゃんそんなにあるの ?166? マジ?もう身長ちっちゃい子も可愛いよね。150とか可愛くない？なんか身長は平均なのかな、大体平均。ありのままのハルルンが一番。ありがとう。プロフィールはね、あの恥ずかしい、別にこれセクシーポーズじゃないんだけど、めっちゃ恥ずかしいじゃん。すごいやめちゃったよ、腕伸ばしてたもん。よいしょ、こいしょ。ちょっとね、今リビングじゃないんですよ。私の大好きなリビングじゃないの。なぜなら下には家族がいるから。お父さんはもう寝たのかな、早いね。お母さんがねまだ起きてるかな。なんかアンニュイだった、アンニュイ、アンニュイな表情実はできるんだよ。まあやんないけどね。てれっててれってれっててれって。へいへい。てれって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 てれれん。ててて、廊下じゃない、自分の部屋。アンニュイの意味は、アンニュイの意味、なんか秋みたいな。なんかあれだよ、秋の紅葉みたいな、エモさ、エモだ。
違う、それでしょ。なんか寒い、肌寒い、エモい、切ない。え、絶対合ってるよ。え、違うの。じゃあ何ですか、言ってみなさいよ。何ですか、アンニュイって教えてください。アンニン。え、もの、あわげ、気だるい、気だるい雰囲気、劣等感、退屈。アンニュイのあんはあんこのあん。物あわげ、これなんていうの、物優しげ、物うげ、物うげって何。なんか毛玉っぽいね。秋じゃん。じゃあそれニットの秋だよ。毛玉っぽい。ダメだこりゃ。ねえ諦めないで。ねえ、なんで。毛玉ではないですね。あー、じゃあ秋のぴったりじゃん。毛玉っぽいね。むせそう。じゃあアンニュイな感じでこの秋をお届けしていきますね、私は。うん、そうしよう、決まり。秋もそろそろ終わる。早くない？わかる。でももう冬だよね。冬何する？この前までさ夏だったんだよ。冬だって。冬何したらいいの私。もうでも2023年の個人的な目標、かぼちゃの煮付けを作ることだったんですけど、宣言したすぐ1週間後くらいにもうやったので、あとはねのんびり2023年をね過ごしていこうかなって思ってるよ。いやでももうちょっとね、アイドルとしてこうやりたいこととかさ、こうなんか実現に向けて2023年以内にこういうところまで行くんだみたいなさ、いやあるよちゃんと。私にもねこう見えて向上心あるから、本当に本当だよ。中学校の時なんて向上心って呼ばれてたくらい。ごめん嘘ついた、それは嘘、自分で思ってた。向上心の塊みたいな人なんですよ実はね。あのねちょっと許してほしいんだけど、ここ最近のショールームはねもうとにかく声が変。とにかく声が変で喉が変でこんな状態なんですけど、本当はもっともっと普段だったら早口で喋ってるんですけど、
で今日はちょっとなんか謎のテンションも相まって、なんかこうまた新しい私が誕生している感覚がする。なんでかな、とにもかくにも そうね、まったりしてますね。キレッキレのトークもできるよね。うん、やろうと思えばね、キレッキレですよ、私だってもうさばきまくるんですから。あ、そうだそうだ、BSN さんの新潟農業の未来シーズン2が始まるということでですね、良い子の浜口さんとなめがいアナと NGT のメンバーで去年お届けしていたんですけど、あれのシーズン2がねまたやらせていただけるということで、先日ロケに行ってきたよって、で萌ちゃんと行ってきたよって言ってたんだけど、それがそれでした。そうなんですよ、浜口さんとは1年ぶりくらいにお会いして、はい、約1年ぶりにお会いしました。本当にお優しくって、なんか萌ちゃんも、萌ちゃんねいいよね、なんかガツガツしてる、うん、ガッツを感じる。なんか萌ちゃんとの相性も最近いいよねって言っていただく機会が増えたかなとか思ってたので、一緒に行けて嬉しいです。なんか合間時間とかになんか萌ちゃんがなんかドラムやってるのかな、そうそう、でなんかその浜口さんもドラムをやられてて、でなんか萌ちゃん、うん、なんか浜口さんはドラムをね、こうなんか YouTube のライブでやられてるみたいで、そう、こっそり覗かせていただきますって言っといた。YouTube ライブやられてるんだって。
目乾いてきた。そうなんですよ。まあ見ていただけたらいいなって思ってますので、ぜひチェックしてください。寒くない？エアコンつけたんだけど寒いんだけど。寒いよ。私は絶対に耳が寒くなっちゃいけないんです。なんか1年くらい前の外のロケもめっちゃ寒くって、耳が寒いと心が死ぬっていう名言を吐き出しました。そうつぶやくとマネージャーさんが北海道2個持ってきてくれます。耳2つなのでね、絶対耳は冷やしちゃいけないんだよ。いやいや名言でしょ、我ながら名言だと思って。北海道耳に入れるの？いやいや入れるか。耳を温めなきゃいけない。でも今ね足先が寒いですね。動けない。私もこの状態から動きたくない。もうこのまま明日の朝を迎えてもいいっていうくらいね、この体育座りからもう動けない。無理無理。閉店ガラガラ。靴下履いてるよ。なんかこの角度だとさキノコみたいだね。ちょっと待って、自分で言って自分でつぼっちゃった。あ、なんかタクシーのおじいちゃんが、今まで見てきた、今までお会いしてきたおじいちゃんの中で一番可愛いおじいちゃんだったんだよね。すごい話飛ぶんですけど、どこだって行き先聞いてくれるんですよ。ああ、そこね、なんとかのなんとかね、次どこだ。いや、あのね、これその場にいた人ならわかるはず。なんかおじいちゃんおばあちゃんって可愛いじゃん。でも私が会ったタクシーのおじいちゃんが一番可愛い。よし、キノコから脱出した。ねえ、なんでこんなに床冷たいの？無理。地べたにそのまま座ってるわけではないんですけど、それでもその冷たさが貫通してくるくらいには寒い。それは言い過ぎ、さすがに。みんなさ、みんなさ、もうなんか私のこのテンションについてこれるわけないじゃないですか。何がなんかもうそうだよ、
ホットカーペット買えばええやろ。なんでそんなさ突き放すような言い方するの？なんでそんな言い方するの？ひどいじゃん。ああ、冬だね、寒いよね。なんかさ、寒がってる女の子に対してさ、なんかこたつ入ればいいじゃんとかさ、早くホットカーペット買いなよみたいなさ、そういうことじゃないじゃん。絶対そういうことじゃないじゃん、じゃないじゃん。段ボール引きましょう。段ボールあったかいって言うけども、ホットカーペット俺が買います。いやいや、多分そういうことでもないんだよね。優しいけども、明日晴れますように。そうだね。あ、初見の方だ、こんにちは、こんにちは。あ、そうそうなの、ご報告です。私、小越はるかは、2023年の冬、今年私の人生で初めて冬眠をさせていただきます。初めてです。はい、冬眠をします。寝て、起きたら春です。はい、今まで今年で19年目の冬を迎えるんですけど、19回目の冬か、過去18回は冬眠してこなかった。お腹すくよ。あ、確かに、お腹すいた時だけ目覚めますね。そうそうそう。で、なんかその今までの18回の冬、本当に毎年毎年次こそは絶対に冬眠するって思いながらも、スタッフさんからめっちゃ電話かかってくるけど大丈夫？ああ、そうだよね。そういうことは一回置いといて、ただその冬眠をしようと思う、寒いのが本当に苦手なんですよ。朝、ね、なんか日中とかだったら自分も元気だから、朝の寒いのが、いや朝だけは得意なんですけど、てか朝得意なのが取り柄なんですけど、でも寒いのは、寒い朝は無理なんですよ。勘弁してください、ごめんなさい、本当に謝るから。朝寒いのだけはね絶対無理なの。ふん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 、冬眠します。でもな、みんなに冬眠期間中何するのとかさ、冬眠期間中じゃお仕事しないのとかさ、でもそういうわけにもいかないから、なんかあった時だけは呼んで、なんかあった時公園は出るよ、いいけど、たまにショールームして、巣からする、巣から配信する。そうそうそう、何かあった時は優しく呼んでください。公園だよーとか、おしゃべり会だよーとか、ロケだよーとか。はい、それ以外は冬眠してるので、巣から配信しますし、モバメも巣から送る。そう、送る。だからはい、冬眠いたします。
そうだよね、島民のため大声はるかは救援ですって、そんなわけにはいかんよ。公園は出たいし、冬でも。でもね、家からね集合場所まで行くのがしんどいから、この冬が来るまでに誰か、なんかあのどこでもドア的な、どこでもなんて欲張らない、劇場と家を直結させてくれるドア作ってください。あ、劇場に住む。劇場ね、お風呂とキッチンないんだよね。水とお湯はあるんだけど。ソファーがあるからそこで寝る。ドライヤーもある。お風呂とキッチンがあれば劇場済みも視野には入る。あ、全然入る。てか劇場に住もうかなって思ったこと12回くらいはある、5年間で。うん、あるよ。劇場住みたいもん。ちょっと怖いけど、あのさ、こういうなんだっけ、なんだっけ、非常口があるじゃないですか。そればかりがこう夜差し込むのね、光が。あのこうみんな電気消してさ去っていくからさ、その非常口の光だけあるんですよ。それがもうなんか緑くて怖い、無理ってなる。私も緑なんだけど、お化けとかはそんなに、あの見えるお化けはそんないないかなって。はい、そんな感じですかね。首の音でっか。いえ、今夜から冬眠ですか。ああ、確かに今夜から冬眠してもありだな。でもその食料を集めないといけないからさ、明日劇場行きと帰りで食料を集めて、いや私そうそう、なんか冬眠って多分二十歳過ぎたらそんなに許されるものじゃないと思う。だからね、10代でやんなきゃ。そうそう、今度は春に会う、うん、春に会うよ。公園とかね、おしゃべり会はね、私の分身に任せる。もう一人の私だから、みんなは安心して。
るか B に任せます。よいしょ。ハルビーってコールしたいな。ハルビーね。ハルカーじゃなくてハルビー。ハルカビーも絶対冬眠するでしょ。ハルカビーも冬眠するって言い出すかもしれない。もうそしたらはるか C が出てくるから大丈夫だよ。安心して。カルビーみたいに。寒い寒い、絶対冬寒い。なんで冬が寒いって分かってんのに人類はみんな冬に向かって歩いていくの？なんならクリスマス楽しみみたいな人も現れてくるの？なんで？どうして？冬冬冬じゃん、そんなの。もう冬だよ。無理。冬が来る。本当に悲しそうな顔してた今。自分の顔見てびっくりした。本当に泣きそうな顔してた。嘘嘘、そんな泣きそうじゃないです、全然。夏も嫌だって言ってた。うん、言ってたわ。そうなんだよね。夏もね、夏もなんか今年の夏をやっぱなんか5月6月と4月4、5、6とかが過ごしやすくない？ポカポカしてくるくらいがいい。やっぱり春がいい。はるかだし。今までは夏が一番好きだったんですけど、夏は暑いからね。絶対春がいい。あったかくなってきたな、いい風だなくらいの。しかも4月ってすごい新しい気持ちになるじゃないですか。新規一点みたいな。年度が新しくなってさ、でも高校卒業しても半年以上経ったんだな。クラスメイトの名前も顔も一致してないけど、みんな何してるかな、元気にしてるかな。まあ多分今会っても誰が誰なのか分かんないけど、なんか
たまにさコンビニに行くとさ、あれこの人多分あの人だよなみたいな、小学校の時の同級生で顔見たことあるけど、でなんか名前とかもこう名札ついてて、あやっぱりなってなるんだけどさ、でもなんかみんななんか垢抜けてたりしてて、私なんか話しかけないんですけど、私はやっぱ話しかけられないよね。そう、あって思うんだけど、みんなね大人っぽくなっていくんだなって思いますね。よし、そろそろ配信終わろうかな。壇上の皆さんを、お呼びしたいと思います。どうやるんだっけな、いつも毎日やってるのにさ、なんで配信のボタン忘れるんだろうね。13位ぶんちゃんさん、12位いかちさん、11位ロリロリのひろっぺさん、10位もりさん、9位 JJ さん、8位ストーンさん、7位ひよぽんさん、6位としあさん、5位てっちゃんさん、4位おしょうさん、3位ゆららさん、2位ふっちゃんさん、1位近藤和弘さんです。ありがとうございます。はい、本当にコンタクトがね取れそう、今にも取れそうなくらい目が乾いてる。危なかった、今見えてなかったですか。今ね私の感覚だと半分取れかけてた。ありがとうございました。ということで今日はおしゃべり会、そうおしゃべり会ありがとうございました。なんかおしゃべり会でみんながさ、ハルルン風邪大丈夫ってめっちゃみんなが聞いてくれて、すいませんお騒がせしてご心配おかけしました。はい、ということで明日ね公演あるので、来てくださる方、見てくださる方お待ちしております。んーじゃまたまたね、おやすみなさい。みんなもあったかくして寝てください。